皆さんこんこにちは今日は「ベネト州とベローナ」という,うタイトルでお話をさせていただきますえ。皆さんの長浜とこのベローナが姉妹都市になって30周年ということでそれを、まあ、記念するイベントに私も参加させてもらいます。えベネチアに留学してたということがきっかけで当然そのベネチアの 背後にずっと広がっているベネト州には関心を持ってまいりました。で、えー、ベネツィア共和国が海の方にどんどん広がっていったのと同時に大陸の方にも、えー、自分たちの領土を広げて、えー、独特の文化っていうものを作ったわけですね。でベネト州というのはしかしもっと古いわけで、えー、そのベローナも含めてですね古代からの素晴らしい都市の文化を作ってきてそれが、まあ、ベネツィアの 共和国の傘下にも入るということで、またさらにルネサンス以後のですね文化を作ってきたという非常に興味深い地域です、えー。このベネト州なんですけども、ちょっと地図見にくいですが、右の、えー、下の方にアドリア海があるんですね。で、その付け根、アドリア海の付け根にベネト州がありますよね。で、ラグーナ、海のところにベネツィアがあって、その 西側、テラフェルマというんですけど、ベネツィアからすると、それがあのベネツィア共和国の範囲になってきます。でそれがおおむね今のベネト州、ベネト地方なんですね。で、まあ、ローマ時代以前にですね、先住民族としてベネティ族というのがいたので、そこからベネトという名前が、うん、生まれたと言われています。これはあの私の研究室で勉強して、 今、広島の近畿大学で教えている日渡綾さんという教え子がですね、ベネツィアにやはり長く留学して、まあ、僕たちの研究室のメンバーも一緒にみんなで行ったんですけれども、ベネト州のフィールド調査をやりました。で、あの川が、ね、いっぱい流れてるんですが、その川が非常に重要なものを運ぶ、情報も人も運ぶわけですが、それでベネツィアを支えたんですよね。 そのベネツィアというものをただ単にですねあのアドリア海から東方の海の方に広がっている海の都だけじゃなくてですねむしろこの、えー、今日の話題であるベネ,ベネト州この大陸の方ですね本土の側とのつながりでもう一回見ていきたいという趣旨の非常に新しい観点からの研究をやりそしてこの本がまとまったわけなんです。 でちょっと見ておきましょう。お右側がですね、従来から、まあ、ベネチア共和国のこう繁栄、輝き、これはあのビザンツ世界、そしてイスラム・アラブ世界との交流から生まれたと。えー、東方貿易、そしてあのアルプス以北のお、えー、ヨーロッパですね、そこを結ぶ中継地点として、中継貿易としてベネチアが栄えたと。ベネチアのお支配する領域がですね、東、 地中海の方にずっと広がってたっていうことをこれ示しているクレータとかキプロスまでねあるいは黒海の方まで進出したわけですね、えー、イスタンブールコンスタンティノープルをですねのにも自分たちの居住地を作ったということなんですが、えー、同時にしかし本土の方に、えー、進出していくわけですで領土をだんだん広げていくんですねベネツィア 黄色い部分が一番早く1340年までにベネツィアの範囲に入るとあの共和国にでトレビーゾーが早いんですねトレビーゾっていうのは本当魅力ある街で後でご紹介しますがそれから、えー、西に行ってパドバですねそれから、えー、ベローナであのピンクのラインの一番左側西側のところにガラダ湖がありますよねガルダ湖がありますねこのまあ、手前にベローナがあります でさらにあのロンバルディア地方の方まで、えー、領土を伸ばすんですけれどまあおおむねでも一番影響力を持ってベネツィアとの関係が強かったのはこの今のベネトですよねだからベローナはその西側の方に位置するということで背後にはアルプスの山並みがこう迫ってくる平野の方に向かってくるプレアルピというふうにも言いますけれどもそこを背後にしているので丘陵地が。 そして、山並みがこう背後に北の方に控えているというのがベネト。ベネトというのは非常に地形が変化に富んでいるんですね。アルプスの本当、裾の方からずっと下ってきて、丘陵があって、で、平野に出て、そして海に面したところはラグーンが広がっていたという、非常に自然条件が多彩で、それだけさまざまな都市の立地があり、そして農耕地があり。 カンパーニャ、あの田園の風景も様々に変化すするわけですねこ川があのブレンタ川、シーレ川、ピアーベ川というのがあの流れていていずれもアドリア海の方へ注ぐんですけれどもこれをあのベネツィアのラグーンの中に、えー、川がそのまま流れて土砂が堆積するっていうのを繰り返しちゃうとラグーナーが埋まっちゃうので。 それを意図的にですね、ルネサンス近づく頃からこう外へ、えー、バイパスのように付け替えるわけですね。で、ラグーナの生態系を守りながら、ベネツィアが繁栄を続けるという非常に重要な土木事業、地域のマネジメントをやったわけなんですね。で、この3つの川がベネツィアの繁栄の基礎を支えたと。で、えー、例えばこのトレビーゾ。うん の、うん、ところにはシーレ川というのがありまして、これはあの平野のある部分から水が湧くんですね。普通は川っていうのは山裾から来るんですけど、シーレ川は途中から湧いて非常に面白いところです。ブレンタ川もあのパドバの方に向かって流れていて、その流域にはベネツィアの貴族たちがたくさん別荘を構えたということで、非常に独特の文化を生みましたで。まず、えー、最後にこう。 今日の目的であるベローナで締めくくろうと思いますが、えー、トレビーゾからスタートしますねベネツィアの共和国に一番最初に入ったとこですテラフェルマ本土、えー、ベネツィア側か,から見るとあのテラというのは大地土地フェルマというのは動かないという意味なんですねまあラグーナは非常にあの、えー、水の多い、えー、土地でして 地面も柔らかいと、まあ、その下に岩盤があるわけですけどね、それに比べて本土はしっかりとした大地であるという意味です。で、ベネツィア共和国が進出して、その新しいまあ文化を、えー、優れた文化をまたここへ植えつけるわけですけれども、でえー、支配の象徴として、聖マルコの翼のある獅子ですね、えー、聖マルコ、ベネツィアの守護聖人ですね。 えー、それを祀ったのがサンマルコ寺院なんですけれども、えー、そ,の偶いその偶像獅子、えー、に翼があるわけですよねこれがシンボルマークでベネツィア共和国を表しているわけですでこの城壁の一部にもライオンがいますよねここにライオンがいますそれからこの16世紀にできたこういう城門ですねシモンシティゲートここにもライオンがいるでしょう、まあこれはあの アアドリア海沿いのベネツィア共和国がシェアした都市にはこういうふうにみんなあのついてるんですよ。クレタ島にもついてます。で、こういうふうにですね、これ、ビチェンザパドバそれぞれに重要なシニオリ広場という広場があって、そこにサンマベネツィアのサンマルコ広場に入っていく入り口、ピアツエッタのところに立ってるのと同じようにですね、円柱の上に翼のある獅子がいるわけですよ。 これと同じコピーみたいなものをこう広場に建てると。で、そのパドバの,その時計塔はですね、ベネツィアのサンマルコ広場の時計塔とよく似てるでしょう。で、ベネツィアはず,ずっとこう海の方に顔を向ける海洋都市、塩、え、野、ー、の波様、は海の都の物語というあの名著を表しましたが、まあ、それが従来のベネツィアを語る時の 定番だったわけですけどねでも実際はですね、かなり早い段階から、やはりベネツィアの町を形成していく上で、木材、重要でしたね、それからまあいろんな石もね、東方からも持ってきたけれど、オウムにはまあ大陸の方から近いですからね、で船が使えたので、どんどん運んでくる、金属や食料やまあいろんなものを運んでくる、まあ、そういうことであのもう十、 4世紀から行くわけですが、で、えー、だんだんでも本当に、えー、ベネツィアが、えー、本土の方、今のイタリアですね、そっちの方に目を本当に向けて、えー、真剣にです、ね、そちらの支配、えー、をやっていくのには、まあ、あの農業の、えー、発展というのもあるし、それとルネッサンスがもうフィレンツから始まって、ローマとかいろんな、えー、重要な町で広がってたので。 文化のヘゲモニ、文化をリードする考え方がオリエンタルなものからですね、ルネッサンスの古典を、ヨーロッパにとっては古典を受け継ぐ、ギリシャ、ローマンですね、そっちをこうリードする都市国家に、共和国になっていきたいという思いがありまして、で海ばっかりに顔を向けない、陸の方も自分たちが、えー、広げていくと、文化を体現すると。 そういうことで海と陸を両方支配する、ままあ、都市になっていくんですね。これは総督宮殿のベネツィアの入り口、えー、中庭にあ,のある素晴らしい階段なんですが、ここに海の神様と陸の神様を両方こう彫刻で飾ってるんですよね。ここで新しく選ばれたベネツィアの総督の戴冠式が行われるという最も重要な場所なんです。このの有名なカルパッドといいう画家の、えー、描いた この絵がですすねやはり同じ精神を表しています一方あの,の足を前の足を、えー、大地に、ね、あのつけてるで海の方にも足をつけてるという背後にはサンベネツィアを表すサンマルコ広場ですねというわけでベネツィアはやはり海と陸をこう両方に自分たちの協力を持っているそういう素晴らしい、えー 共和国になってていいくととうことを表してるんですで木材の供給って非常に重要だったんですねベネツェにとってねこれがだからベネットまあもう、まあ、あの東の海から、えー、の方からですねどんどん運んできたんじゃがお金がかかってしょうがないわけでやはり高級なものはあえて東から持ってきましたけど海を越えてだけど多くの建築材料は、えー、川を通じて 本土の方から来たわけですよね今のベネット。で、アルプスの,あの山並みの,、ま、の裾の方からずっとですね、ベネツィアが共和国が管理する森林も設けまして、えー、で、切ってイカダに組んで、イカダが川を伝わってですね、ベネツィアのラグーナまで来たと。そういうあの視点からの調査、研究が、まあ、徐々にこう進んでた。まあ、我々、そういうものをインテグレートしながら本の重要な柱にしたんですけどね、このような。 ある近代の画家によって、最近の画家によって、イメージ図ですね、こんなふうに、あのー、山あからこう、木を切り出して、ずっとバッサーノっていう街が、下の左の方に橋が架かっている、ここですね、これ、バッサーノディグラッパあの、バッサーノっていう街で、グラッパの有名な産地ですけど、で、ずっとベネツアンも、こうま来ると。 でこのように、これ、日本とだからそっくりなんですね、木造大国の日本、もう、どの都市にも、江戸にも、大阪にも、名古屋にも、みんな、広範囲地に、えー、森林があって、で、いかに組んでですね、えーまあ、東京だと江戸だと木場に持ってったわけですけど、まあ、そういうことが、全く同じことが行われてたと。で、治水事業、さっきちょっと言いましたけれど、あの川を、ブレンター川、シーレ川、 ピアーベガはそれぞれラグーナに注いでたやつをちょうどルネサンスの頃なんですけど付け替えて外にもあの流れるようにアドリア海に流れるように流路を変えたわけですねただ旬で使うのでかつての流れもですね今度運河化してロックゲート肛門ですねの仕組みで、えー、船が通れるようにしてたとこれが典型なんですけれどもブレンタ川の流れがこう 左の方に下に向かってますが、これ、ー路を付け替えて、で古いー路はあの水位をコントロールしてですね、ロックゲートを作って、で、えーまあ、そういう落差ができるので、そこでこう、あのー、製粉をやるための、えー、水車小屋を作るんですね。これが落差を利用した水車小屋です。で、こっちがその落差、こっちが高い、低い。ここに 2, 本2枚の水門を作って、パナマ運河形式ですね、肛門っていいますね。それから、まあ、ベネツィアは、えー、水不足、水上流、えー、その飲料水がなかなか <laughs> 得られない、雨水を集めると水素はあったんだけど、それをやっぱり上水道を引きたいということで、塩の干の満の差の影響を受けない、真水が取れるこの辺までですね、ここまで、ここから、あの、 えー、あの用水を作ってですね、それで水道であのラグーナの縁まで、えー、水路で持ってきて、そこからあとは船でベネチアに運ぶと。で、こう、もともとはです川からあの飲料水用に水を汲んでたところなんですね、船でずっと持ってきてたんですけど、だんだんあの本当に陸路を水路で持っていくように変えるんです。でこれがあの今もう ちゃんと保存して、えー、回転している素晴らしい水車ですね。水車小屋の後、保存しているんですね。で、レストランとして今、活用しています。本当こういう治水、利水、そういうものをうまくやりながら、大陸とベネツィアが結ばれてたということが、本当よくわかるんです。で、えー、ブレンタ川沿いには、その貴族、ベネツィア貴族の別荘がたくさん並んで、今もう当ん優雅な、優美な。 風景を作っていて観光でもちょっと余裕のある時にはこの船でツアーで登っていくことができるんですねまるでベネツィア貴族の気分になりましてでこのベネトなんですけれどもちょっとその60年1960年代70年代途中までは少し保守的であり農,農村経済が中心で えーまあ、大都市、立派な都市いっぱいあって、ベローナやパドマもそれなりの観光とかありましたけれど、そのベネットが底力を発揮して、イタリア全体の中でも経済的、文化的、発信基地、リーダーになっていくのが80年代なんです。その時代っていうのは、文化力が問われたわけですね。で、イタリアはあの1960年代、フィアット、オリベッティとか、大企業、あるいは石油化学工業とか、 そういう、えー、大規模な工場、企業、そして国もそれを支援するというような、で、ミラノトリノ・ジェノバといったようなところが、えー、イタリア経済を引っ張ったんですけど、それがみんなダメになりまして、70年代は試行錯誤。で、80年代にそれが見事に花を開,かす開く。で、その主役がですね、の一つがベネット地方だったんですね。 あとはロンバルディアの一部とか、エミリア・ロマーニャですね、ボローニャの周り。で、産業の三角地帯っていったのがジェノバ、トリノ、ミラノなんですけど、それが第三のイタリアというふうに、確かアメリカの経済学者がネーミングして、で、あのイタリアの底力が発揮される、それは中小企業が家族経営でやるちっちゃな規模の生産、それがですね、ファッションやデザインというイタリア人の、まあ、感性、能力をと結びついて、新しい 経済基盤になったわけですね量から出演、創造性、美意識、感性、でこの辺はあの日本人とも非常に相性の合うところですよね。で、さらに、90年代、えーえー、最近までは、食文化がそういう役割をしてきた、つまり地域、テリトーリオといいます、地域のこと、都市と田園を含めた一体感のある、そういう広がりをテリトーリオといいます。 その資産ですね、その資産っていうのは歴史的資産と自然の恵,恵みですね、両方ある。これを生かしながらイタリアらしさを発信する。これの、まあ、出発点が80年代なんですよ。それのリーダーが、ヴェネの一つがベネットだった。で、この時代ですね、車を締め出す。街を、古い街、ヒューマンスケールの街を取り戻す。 でみんなこう家に住んでるっていう個人主義的なんじゃなくて、街が魅力を持ってきた、街に住むという感覚ですね。街路、広場、水路、城壁、これが、あの,の上のプロムナード、こういうものがですね、市民の共有の財産、つまりコモンズというふうに考えられるようになった。我々は、僕はあの、えー、日本の若い建築家と組んでですね、このベネットの、えー、調査をやって、この右側の特集を。 プロセスアーキテクチャっていう雑誌から出しましまたこの広場がですね、ほんと素敵で、スニオリ広場っていうんですが、トレビー像の中心部です。えー、そこに視聴者など、公共建築があって、ポルティコが特徴なんですけどね、えー、ここの車を締め出して、本当に市民が集まる、2回集まるんですね、お昼ご飯の前、あのあ、えー、前、と夕ご飯の前ですね。 仕事が終わった人たちが今、これ、7時ごろのイメージですね、夕方。こんな風に毎日集まるわけです。で、まあ、周りの建物は見事に保存、再生され、現代の沖の、まあ、ここはファッションの街ですから、非常に華やかな。そして、みんな散歩をするわけですね。向こうの方に大聖堂があって、広場と、ここの中心広場と行ったり来たりする。で、美味しいジェラート屋があるとかですね。これ、まさにコモンズですよね。で、あの、 えとこのように、えー、トレビーゾの町はちっちゃいコンパクトシティですね。城壁の跡とか、城門がかなりよく残っていてであの、シーレ川が下の方に見えてますね。で、これがベネツヤの方に、右下の方ベネツヤの方へ向かう。下、えー、の方から水路が入り込んでて、それが3つぐらいの流路に分かれて、町を潤している。それがですね、最初は中世の早い段階は旬があったと思われるんですけど、 防御のこともあって、えーそのそ、それと同時に水車を利用して産業を起こすということで、旬というよりはむしろ産業のための川、でもそれが環境、風景を本当に際立たせているので、本当に水の豊かないい町です。歩くと、まあ、城壁そのものがもういらなくなった後は、プロムナード、食事をしてね、見事な市民の散策路になっている。で 水が豊かなので、街の中に小さな水路、こんな風にある。で、街の広場も広いろいろイベントも、歩行者化してますからね。で、ポルティコがあると。ポルティコがあるっていうのは、ボローニャが有名ですけど、パドバも有名ですが、ベネトの小さい街はみんなポルティコがあるんですね。そのポルティコは本当に昔から車道に対して歩道があるので、ヒューマンスケールの街のシンボルですで。歩いていても楽しい。 昼も夜も楽しい歴史的な空間、変化に富んでいる。で、えー、まあ、もともとここもあのローマ起源なんですね。だから古代のコアがあった、それをさらに上手に発展させて中世的な、ルネサンスというよりやっぱり中世の町ですね。で、こういう、この中心部に、えー、水路が流れていて、そこに、えー、素晴らしい召喚建築があるんですけど、これが地元の信用組合。 銀行ですね、地元の銀行があのリノベーションして、現代アートの美術館にし、左側はあの自分たちの、えー、本店ですけど、このように見事な16世紀、17世紀のこう建築をです、ね、現代的に使ってるわけですよね。この中世の償館建築がリノベーションされて、現代美術館、文化ホールに変わった建物なんですが、本当素敵です。 でさらにその隣まで取得して、えー、リノベーションするために壁をはつっていったらなんと見事なフレスコが出てきたっていうんですね、えー、やはりこれも文化的に使っていくことになると思いますでトルビーゾの街の原風景こんなふうに女性たちが洗濯をしてたこういう、まあ、写真ができて使える時代ですから19世紀後半から20世紀初めにかけてこのような、えー、水辺で あの洗い物をしているという写真はですね、白地に残ってます。えー、ミラノはもう有名でした、ベローナにもあった、そして、えー、パドバにもあった、これはトリビーゾ、こんな風に、えー、水辺があの使われてたんですね。だから日本だけじゃないんですね、中国だけじゃないんです、本当にイタリアでもこのように水が生活と結びついていました。今は船はあのこうどんどん通るということはまあないんですが、このようにでもボートを浮かべて、 る家がありそして、えー、住宅がですねベネツィアと同じように運河から立ち上がってるというねこれ古いタイプなんですねでそこにこうちょっとテラスみたいに作っておしゃれな本当にトレビーゾというのはヒューマンスケールで変化に飛んでいておしゃれな街ですまあこれ典型的な中世の素朴な庶民の家ですよねあのゴシックの、うん、プリミティブなものですねであの暖炉のでこれ キッチンがあるところですねこれ厨房に隣接したあの、えー、煙突がついてますけどね、まあ、このようにここもポルティコがありますで中庭の使い方がまた上手なんですねこのように、えー、ゴシックの建物の中庭があ本当テントを張ってですね夏なんかは本当開放的で誰もが入れてしかも、えー、食事ができると郊外でこうやって食事をする落ち着いた車が全く えー、ないというか、まあ、街路からも車をだいぶ排除していってますが、もちろん中庭はもう開かれた人間のためのオープンスペースです。で、ここにあの水車小屋がいっぱいあったとっいうことが、ナポレオンの支配下で作られた不動産地図ですね、台帳の地図によって分かるんです、えー。この辺なんか、みんなこれ水車なんですね。で、これが全部さまざまな産業。 と結びついてたんですねつまりエネルギーは地産地消だったそこでエネルギーが生まれであの、えっとえー、それを産業に生かしてた製粉ヨーロッパはですねパンを食べるので人口が倍になると製粉上が倍必要だったわけですよねで水車がどんどん作られたそれだけじゃない、えー、製材も精紙も、うん、鉄鋼関係も みんなエネルギーっていうのはあのセラミックを作るのにも、えー、この水車のエネルギーを使ったわけなんですよね。で、この台帳からわかるというわけです。所有者、利用の形態、えー、そういうのが、ね、本当わかるんですね。そういう研究もこの本の中に、さっきの紹介した本の中に入ってます。でこれがメモリーとして、本当残されてるんですね。うまく水を引っ張るんですよね、分水して。 で、その水水もコントロールして。で、でこれ面白いのは、この建物の下にまで水が入り込んでる。こういう非常に浸水性の高い建築、都市空間っていうのは、まさにベネツィアにもないんで、トレビーゾのお家芸です。グルメの街でもあります。ベネツィアにいらした方は、あの皆さんあの、立ち飲みワインバー,、えー、オステリア、バーカロっていうのを。 でチケッティというおつまみを楽しみながらワインをオンブラと言いますけれどそれをね満喫された方多いと思いますがトレビーズは同じ文化圏で、えー、立ち飲みワインバーが本当に普及していましてお昼ご飯の前にそのベビーカーをした、えー、女性が入ってくるというそういうことさえよく見ましたまあ素朴な今なんか、うん、イタリアのこういう、うん、豚を加工したこういう サラミとかあの生ハムがですね、トンコレラっていうんですかね、あの病気が発見されちゃって、日本は特に衛生管理厳しいので輸入禁止で、なかなかこうイタリあの日本にあるイタリアレストランからこれが消えちゃうという、他のスペインとかあちこちか別の国から輸入しなきゃいけないっていうのを早く解決してほしいなと思いますが、まあ、イタリアに行くともう、そんな問題全く感じなく、みんな本当に美味しく食べてるんですね、僕も。 月あ8月末から9月中旬にかけて2週間以上行ってきて、たくさん食べてきました。で、トルビーゾのこう、えーの、ちょっと北をこの地図で見ると、北が西が、この左側になりますけどね、これがチェントルストーリコですよね。で、川がこう流れ込んで3つに分かれて、で、これが仕入れ川と。仕入れがこう来るんですね。で、えー、このチェントルストーリコは歴史的な建物がいっぱいあって、貴族の館から庶民の家まで。で、外に、 あの1930年代、日本で言えば、東京で言えば、田町府みたいな、こう、郊外型のね、住宅っていうのが、でそれがビリビラの小型版でみんな庭があってっていう、それから集合住宅ですね、コンドミニオンみたいなものも、それから一戸建ての住宅もできるということで、本当、こう場所に応じて、それぞれ特徴ある建物があって、選択肢が多いんですよね。でこれは町の中ですね古い、えー 中世の街並みですねその中が本当にリノベーションされて、これは1991年に取材して、雑誌にまとめたときの,の記録なんですけれども、本当にリノベーション、今、日本で当たり前になってきたことが、まあ、イタリアでは80年代に大いに発展し、90年代、91年に、えー、調査したときにはです、ね、ものすごくいい事例がいっぱいあったんですよ。で、ま、んなみんなこう家に住むだけじゃなくて、町に住むという感覚を語ってくれました。 これはあの、うんまあ、ちょっと裏に庭があって、だけど歴史的な建物ですね。えーまあ、ここは本当に立派なお宅で、バスルームが3つも4つもありました。みんな内部、きれいに使ってるわけです。で、田園がもう再評価される時期でした。80年代にそれが進んで、えーまあ、農地、農業景観が非常に注目される文化的景観といって、あの価値を見出す。 でライフスタイルから言っても、都市の小さな町っていうのは、周辺にいい田園が広がってたわけですよ。そこに光が当たった。で、レストランもそこに、あの例えば農場、ビルラ、そこをあのコンバージョンして、リノベーションして、こういう素敵なエルトラという名門のチェーン展開しているレストランの本店がトレビーゾーの町中にあって、これが姉妹店なんですね。農場を改装して作られた素敵なレストラン。これが91年に撮った写真です。 ベネトンが元気になってましたね。ベネトン、60年代に、まあうん、お姉さんと弟ですかね、家族で始めたアパレルの中での、まあ、本当に改革派で、当時、非常に、えー、社用に向かっていたアパレル産業の中で突出した成果を上げたで。これがまたトル,トルビーゾの近郊の、えー、麦畑の中から生まれたというね、周り麦畑なんです。 で、えー、低層のおしゃれなパステルカラーのポストモダン調の建物があって、でその下に潜っていくと、えー、ショールームがあって、スタジオがあって、えー、本当にかっこいい新しい時代を切り開いた企業ですよね。でこれがヘッドコーターのあるところで、歴史的なビルなを改装してるんですね。で、あのうーん安藤忠雄さんがファブリカっていうそのデザインスクールを。 古いい建物を応用しながら作ったというわけですですごいなと思ったのは、1960年代創業の時代に活躍したその、えー、プレキャストコンクリートで作っている近代の工場がですね、もうリノベーションされてデザイン室にかっこよくよみがえってたんですよ。いやー、1960年代の建物なんかみんな日本では壊してるわけですよね。こここうううやっってかいいいでしょこういう近代のの戦後の 工業家時代の建物がこうやってですね、新しいデザインを生む、そういう頭脳集団のですね、アーティストの,あの,あのデザイン室になってるわけです。で、周辺にはベ、えー、ネチア貴族たちもたくさんビィラを作ったベネ、えー、ブレンタガー沿いのこういうなんでもないようなあのビルラがですね、農業経営もやってたわけですけど、もう荒れ果ててたわけですよ。 それをリノベーションして、見事によみがえらせた田園の,中あのホテルですねあの。ずっと90年代、2000年代入って、日本人の,あのカップルがですね、えー、新婚旅行でよくこういうところに泊まってました。パドバですが、パドバあの非常に、えー、重要な都市です、えー。法学部とかテクノロジーの分野で、あるいは医学部ですね。 そういういパドヴァ、ボローニャと並んで世界の最も古い大学を生んだ街で、えー、歴史があります。若者もたくさんいます。その中心にパラッツォ・デ・ラ・ラ・ジョーネという、まあ、市役所みたいなものなんですけどね。で、ここで、ね、マーケットが、ね、毎日立つっていうのがすごいんです。で、若者が多いので、こんなふうに。でも、こういう光景、街に人があふれるっていうのは、80年代以後車を締め出して、 みんなが町へ戻ってきたとう、ね。で、こう中心に不規則ですけど、あのこれがその市役所みたいなね。で、エルベ広場。エルベっていうのは野菜。フルッタっていうのは果物ってい意味ですね。両方とも新鮮生鮮食料品。で、こちらがあの、えーえー、貴族の、あの町のこう重要な貴族の館があって、で、ベネツィア共和国の支配下に入るわけですけど、そういう時期にですね、ここのルネッサンス的にここの町、 中心部をきれいにしていった。そのお2つのこう違う性格の広場がこう連携して、回遊性があって、で、本当にこれ、ポルティコが巡っていて、これが大聖堂ですね、カテドラーで。いや、ポルティコン、本当すごいですよ。ボローニャ以上ですね、本当にすごい。で、当時あの、リノベーションがどんどん進んでいたので、これも91年に取材したときのえ、インテリアデザイナーの家族のお父さんデザイナーで、 その家族の家で、娘さんがベネチア建築大学に通ってました。で、見せてもらいました。本当に当時ね、もう30年以上前なんですが、すごいかっこいいでしょう、今でも通用しますよね。で、この、うん、小規模なパラッツォなんですね、貴族の館が、何回かこう、リノベーションされて、80年代に今のような形になったということです。で、コンドミニアムになってるんですよね。もともとは一家族の使用人はいたかもしれないけれど、 一家族の大家族の住んでたところが分割されてコンドミニアムになってる。これはまあイタリアの典型ですよね、ヨーロッパ、パリなんかもそうです。でこれはパドワのホームコンサートをやったお宅、上と下違うファミリーなんですね。上はもう本当に立派な大規模なパラッツォ、下はあの比較的こじんまりしたパラッツォのーオーナーの家、えー、たくさんの貸し部屋、貸しアパートを持ってるわけですけど、そのお宅でのコンサートです。 これはあの本当、日本で言えば長屋ぐらいの感じの一,般一番低所得者層の、ねえー、住んでいたあの住宅、小規模住宅がリノベーションされて、かっこいい、えー、高校で教えているカップルの方が住んでたんですけどね、自分の友達の建築家にデザインをしてもらったということなんです。だから、まあ、あらゆる建物がかっこよくよみがえるというのをこの時僕は学びました。 であの街中に住んでいる、うん、借りて、あのパラッツォの一角に住んでいる、アパートに住んでいるパドバ大学の先生が、ですね庭いじりがしたいということで、水車小屋を取得して、それに手を加えて、それで庭園をあの、菜園を作って、こうやって週末を楽しんで、人を呼んでですね、これ、水車の,ああの跡がこう残ってるんですよ。軸が受けてたこの穴がですね残ってるんですね。 これも、あの、トレビゾ郊外の農家をお、えー、分割して、ファミリーのね、あの相続で分割して、三姉妹がそれぞれ取得して、それぞれ思いを込めて、まあ、リノベーションされたところをいろんな使い方をしていると。こういうことが、まあ、91年の取材の時にあったわけです。いや、これはかっこいいビルラーをですね、えー、代々住んできたビルラーを受け継いで、 住ん,でいる住んでいたもう亡くなっちゃったんだけど、ブジナーロさんという方、あのえー、彼はあの家具メーカーの、えー、国際マネージャーとして世界にともうと駆け回ってた忙しい人なんだけど、まあ、近くに飛行場があるのでねで、ここに田園に住むのがもう本当に夢だったと。で、いろんな建築家デザイナーのデザインした家具がたくさんありまして、ショールームみたいでもある。で外 外交あの入り口とかバーベキューをやるところなんかは、スカルパという有名な建築家がデザインをしました。ビチェンツですね、ビチェンツァ。ビチェンツァというのは、パラーディオという有名なルネサンスの建築家が活躍した舞台として、もう本当にパラーディオの街、ルネサンス建築の街として、世界中の建築家、あるいは建築学生たちの憧れの的でして、そういう特化した一つの際立った特徴を、 を生かししてて、まあ、文化都市として有名なんです同時にですね、金細区の世界でナンバースリーに入るんですね。そのフィエラといいますが、あの、えー、日本一。まあそういう職人アートの世界で、えー、まあだからお金持ちなんですねで。ルネサンスからもお金持ちでした。だからこそこういう、えー、パラディオという建築家は、隣のパドバで生まれた、えー、粉屋さんのですね、 製粉業を営んだ家族の息子なんですけどね、で、若い頃から、あのそのルネサンスの文人、えー、人文主義者に見出されて、で、いろんな機会をね、もらって、ローマまで旅行に連れてってもらって、で、彼の才能が開いて、で、隣のビチェンツァに招かれて、で、素晴らしい建築をいっぱい作ったと、これも彼の、えー、関与した作品。 なんですねバジリカっていいます、ここに中心にありますね。で、有名なのはテアトロオリンピコという劇場があったり、彼の作品がこの街の中にもいくつもあって、それと同時に重要なのは、街の外にですね、ビルラがあるんですよね、ベネットの特徴ですけど、田園の中のビルラ、それをパラディオがまあいくつも作って、またこれが有名で、世界の、えー、ヨーロッパの人たちがみんなこれを見に来たわけですね。 ルネッサンスの頃にも来ましたけど、特に18世紀、えー、グランドツアーの時代にみんな降りてきて、ね、アルプスを越えて、ビチェンツァのパラーディオの作品も見るという、まあ、定番だったわけですね。このバジリカというパラーディオの作品なんですが、実は中世の公会堂が中にあるんです。その外側を包み込むように、外側をデザインしたんですね。それで全く違うかっこいいクラシックなギリシャローマの,あの伝統を受け継いだ、 復活させたルネッサンスの特に古典的なかっこいい男性なデザインとして評価の非常に高いものです。1階に店舗が入っていて、マーケットなんですね。で、まあ、普段はこのように、えー、日曜日なんかはお父さんもね、子供たちと遊んでいるという、こういう多目的な広場なんですね。で、夜は照明をともすとですね、中のゴシックの中世の えセントアーチが見えてくるという,こう、だから時代が重なってるっていうのが分かるんですね。で、えー、しょっちゅう、ここでウィークリーマンション、あのえー、しょっちゅうマーケットが建つんですよ。車で来て、パッパッパッとこうテントを張り出してですね、えー、これは、えー、ランジェリーショップみたいになってますけれど、まあ、いろんなものを売るんですね。で、野菜とかは反対側の広場で、こっち側で、えー、売ってるんですけど、この落差があるんですね、地形にややこう。 勾配の差があってこっち側は低いのでそこの,あの段差というかレベル差を利用してそのバジリカのこの公共建築の下側に、えー、もともと空洞があってあの部屋があってですねこれが現在かっこいいバールになってるわけですよねバールっていうとバーですねでこうファッションショーが行われるねそしてクリスマスのこうフィエラが行われるいやなんともこう多目的 ホールが外部空間として公共空間としてねあるっていうのは本当に素敵ですよね。これがあのテアトロオリンピコなんです。えー、16世紀パラディオ、ね、のその長い人生の、まあ、後半終盤に取り組んでっていうのはもそのルネサンスお金持ちの街なので上流階級貴族階級の間で。 演劇っっていうのもその重要なジャンルだったわけですよでそれをいろいろ場所を変えながら、えー、アカデミア・オリンピカっていうそのグループがですね場所を変えながら演劇をやってたんですけど常設の劇場が欲しいということでパラディオにお願いしましたさっきのバジリカも実はいろんなあの建築家に案を出させたんだけどやっぱりあのあのなかなかこれだっていうのがなくて結局パラディオに、えー、が提案した案が採用されて選ばれたんですね これパラディオに頼んだんですよ。だからもうすでにパラディオは有名な建築家になってた。で、これがですね、古代の劇場をパラディオは勉強してたんですね。で、建築の理論書も書いてたんですけど、その中にもテアトルの図面をこんな風にありたいというのを載っけてる。で、えー、演劇空間、演劇そのものもルネサンスに再発見される。 中世、神の教会の時代にはあんまり演劇っていう古代のギリシャ、ローマを受け継ぐものはちょっとこう忘れられてたわけですよね。それを再発見、再評価した。そうすると次はそれを演ずる劇場への関心が高まる。劇場、テ、ね、アートの、これをあの復活させたい。で、常設劇場として、室内の常設劇場が登場した最初がこれなんですよ。あとエリザベス町のロンドンドに いくつかでできるんですけどね似たような時代に、まあ、これは本当に古代の劇場を勉強した上で,で仮説の劇場がいくつも作られてたんですがルネサンスにそれをこう常設化したということですねで背景古典的なねでそのアーチの後ろにちょっと騙し絵的なトロンポルユ的な空間がありますこれは古代のね旧約聖書に出てくる街をまあなぞらえていると言われるんですがまあそういう え古代の想起させるような、こういう円形のね、野外劇場の笛にこう天井がかかってるみたいな感じですよね。で、後にそこには雲、青空に雲が浮かんでる、えー、フレスコが描かれて、ここ本当にこう、非常にバーチャルな、えー、本当そ、外で本来やってたのが中に入ってきたっていう、非常に面白い。で、これが大切に今も営まれていて、リチェンサの文化の文化性の高さを表しています。でこれ僕らが調査した あの貴族の館の典型の一つなんですが、チコーニャ家、実はチコーニャ家というのは16世紀ベネツィアの有名な総督ドージェのファミリーなんです。その末裔の方、この,この方が当時のドージェ、16世紀のね、でこれが今の当主なんですけど、僕らこうう、えー、編集者とか写真家も含めてみんなで5人ぐらいで訪ねてた時に、 あなた方は自分のファミリーを訪ねてきた2番目の日本人のグループだって言われて、ひょとんとしたんですが、なんと最初のグループは天照少年施節団だったんですね。いやいやいや、びっくりしまして、でここ本当にこんな立派な家を、ね、キープするって大変です。かと思うと、これ、パラーディオが設計したパラッツスキーオっていうところの背後にですね、えー、これが邸宅ですね。 パラディオの。で、背後にこう馬小屋とか付属施設があって、こっちが近代の、えー、こういう温室があるんですね。ここ庭がある、こっち川があって、ベネィアまで船で行けたっていうんですよね。まあ、これをですね、あのデザイナーのー方が、これを全部管理するということで、で、ここに彼の事務所があって、ここが自宅なんですね。かっこいいですよ。ポストモダンのデザイナーで。 温室をですね住まいに変えてるんですよ。で、庭がある。で、そんなにその住宅みたいなら、自分のとこ来いって言って、僕らがお世話になってた運転手さんがですね、自分の家に連れてってくれたんですね。なんと、彼の家は、まあ、こ,うこういういうに、あのセミテタッチとっていうんですけど、2軒が一緒になって、ね、シンメトリーで、2家族こっちとこっち、で、入り口がそれぞれあって、アプローチがあって、これですね、ここになんと、 旅行会社なので、バス、大型バスが4台、中型があって、で僕らはちっちゃい車で回ってたんですけど、ここ行ってみたらですね、2階、えっ、ー、と、層構成なんですね。これ、地下もあるので。で、食卓が4つもあるんです。びっくりしました。えー、これが1階ですね。1階で、ここに、ここに、えー、食堂があるわけですね。これですね。普段ここで食べるんです、平日は。 ところがね、週末は親族も集まっておって、ここで、ここね。で、応接間とあの食堂一緒。で、あと、その子供の誕生日とかはこう食べるなって言うんですけど、半地下ですね。ここで山小屋風の、ね、暖炉があったりして。で、さらにこの屋外にテラスがあるんですよ。贅沢な。4か所もある。まあ、だから郊外に住むためにはこのぐらいのこだわりですね。庭があって。これは素晴らしいなと。つまり、 本当に大切、生活を大切にする。で、これ、一番有名なパラディオの、えー、ビルなんですね。ロトンダラ・ロトンダっていいますが、これがもう世界の建築で一番影響力を持った建築なんです。特にイギリスのジェントルマンたちが、田園にあの自分たちの、えー、カウントリーハウスを作る上で参考になったと。ジェファーソンというアメリカの大統領は、またそこからです、ね、インスパイアされて、古典的なものをアメリカに作った。 まあこうして18世紀、特にこの辺、みんな来た。で、まあ、いかにも、こう、えー、田園の豊かさを表現している、えー、理想的な建築ですよね。これはも,もっとですね、農場も本当に農業施設のセットになっている分かりやすいビラです。えー、パラディオの設計で、マゼールという町にありまして、ビラ・バルバロ、バルバロ家の、ね、ベネツィア貴族ですよ。 であのシンメトリーで、熟線が田園の中に伸びて,て、だから彼の建築はランドスケープアーキテクチャとも言えます。で、内部もフレスコ画で飾られて、非常にあの美しい、まあ、田園に住む価値というか、夢というか、そういうものを表現している建築です。建築と風景が一体となっています。で、パラディオの作品がですね、あの他のビリラと一緒に世界遺産登録されてるんですね、1996年に。 でその中にはあの、えーまあ、一般の方々も我、我々も含めて、あの利用できる、まあ、商業的目的で、あるいは文化的目的で開かれているところも結構あるんですよ。でそれがヴィラ・ゴーディ、えー・マリー・ベルニというところで、1542年の作品なんですけれども、このこ,こは結婚式をやったり、パーティーやったり、いろいろ文化的な目的で使えるんですね。 すごいでしょうフレスコ画もね、で、こうパーティーができると。フレスコ画で、ね、飾られてるんですよ、インテリアはみんな。屋外もすごいですね、こうやって。で、結婚式もね、優雅に、まあ、撮影して、本当にこう、映画を見てるような感じですよね。庭園文化っていうのは、アルネサンスにビルラと一緒に発展しますが、ベネットは平野部にできている <laughs> 庭園が多いので、このような形態になります。 でえー、これはあのもうちょっと後の時代の1670年代、70年に完成した別の建築家の作品なんですけど、非常に特徴があって、このフォレステリアっていうのはあの、えーうこう、みんなもちろん馬車とか馬で来るわけですけどその、その人たちが宿泊するゲストハウスですよね、こっちが母屋なんですね。ものすごくかっこよくて、ここに塀があって、そこにですね、<laughs> いろんな面白い小人とか、なんかすごい面白い彫刻がいっぱい並んでる、そういうの特徴ある空間です。で、内部は非常に端正な、やっぱ古典的なもの、ベネトっていうのはバロックの時代でも、あんまりバロックバロック、ローマのようなけばけばしいのにしない、もうちょっと端正な古典的な雰囲気を保ちながらこう遊んでるという、まあ、こういう非常に演劇的な効果もある。ここ,こにね、いろんな彫像が並んでるの分かりますよね。 えーで、いやー内部がすごいです。いえ、有名なティエポロの。ティエポロっていうのは、ベネツィアで活躍した、あのー、大変重要な画家なんですけれども、天井画とかね、教会なんかもあるし、パラッツォの、えー、天井とか壁画とか、本当にいっぱいやった。そういう素晴らしい、あのー、演劇的な。 あの画面を描いたそういう絵がですね囲,に囲われている部屋で結婚式のパーティーをやってる様子ですね。こういうふうに屋外も使えますでいろんな催し物をやってるらしくてヨガをやったりですね、えー、文化的な催し物もやってます。だからいろいろ企業の方々があのクライアントを呼んでパーティーをやるとか発表会をやるとかそういうね文化的な催し物にも経済活動にも使うんですよ。 宿泊もで、きるとでいよいよベローナです。ベローナというのは、このアディジェガーという川がゆったりこう流れていまして、これ、イタリアで2番目に長い、本当に長いあの、うん、川なんだそうですね。オーストリアとの国境近くから、えーね水,うん、水が流れてくると。でもちろん、イカだにも使われました。で、物流の基地、カーミナとイタリア をはじめヨーロッパには川の港で発展した街が多いわけですね。ロンドンもパリもみんなそうです。ハンブルグもそうです。ハンザ同盟の街も大体そうですで。イタリアで言えばローマもそうですよね。フィレンツェがもう典型ですよね。で、ベローナもそうなんです。で、この上流からイカダによる木材を運んできたしで、下流からはベネツィアのから塩もね、登ってくるという。 まあそういうことで、本当に重要な役割を果たしたのが、えー、メローナのハディジェガですね。川沿いに、ローマ時代以前からも、えー、先住民族が住んでたんですね。で、そこにローマが、ここは、本当に計画的にローマが街を作ったことが、すごくよくわかるローマンタウンなんですね。えー、これ、トゥーリンクラビタリアーノのね、有名なガイドブックの地図。これ、すごくよくできてる地図でして、 NTT 出版からグイダ・ラピダというシリーズでね、五巻本ですかね、出てる中の1冊ですけど、その地図から撮ってますが、ね、これ5番目型、よくわかるでしょ現在でも。で、この辺にローマンタウンがあったということがね、で、真ん中に広場がありますが、これ、古代のフォーラム、フォローを受け継いでると。ね、で、あと、歪んでるのは、あの古代長方形だったものが、後にあの中世に歪んでたわけですね。 でここに有名な、ね、コロッセオのような円形、えー、闘技場がありますよね。えー、で、ここにはあの古代ローマのーテアトロ劇場がありますよで。アディジェ川はやっぱり水車を回してるんですね。だからトレビーゾの水車は小さな水路にかかってましたが、ここは浮いている船,船の上の、えー、水車なんかもありますし、まあ、さまざまな。 形で、えー、このアディジェ川の水、水力、パワーを利用した、えー、水に浮く水車が多かったと思うんですね。穀物の製粉、それからボロ布を叩いて潰してですね、製紙工場にもなってたとね。えー、それから土を粉砕してね、いろいろ、うん、材料にする、羊毛加工に関するもの、川なめし、染色。だけど、まあ、水質悪化するし 危険性がああるので中世からそういうういい規制も、ね、あったということですこれがあの古代ローマ時代の創造復元図ですね、えー。城壁がローマ時代のはこんな風にあっただろうと。で、その外にですね、このコロッセオがのようなあの、えー、円形闘技場があったと考えられています。ここが中心のフォーローであの、だんだん狭められたり、カーブしちゃったりして現在。 の形は少し歪んでますけれども、位置は変わってないはずなんですね。で、川向こうに劇場があるはずなんですけどね。え、こうなってますね。この辺がフォローだったはずなんですね。で、これがあの、ドゥオモ大聖堂ですね。で、面白いことに、ベネットの、あるいはイタリアのいろんな街見てますと、強者広場っていうのがまあ一番重要な市民が集まる。で、商業活動もある、マーケットも開かれる。 そういうい的な中心ですよねでもう一方の曲がキリスト教の,その大聖堂なんですね。えー、しばしばドゥオモという我が町の大聖堂のことをドゥオモっていいますで。カテドラーレを兼ねているものが多いんですけどね。でも、まあ、あそこも中心なんですけどしばしば少し外側に配置されるんですね。イタリアって面白いんですけどバランス、パワーバランス。 市民の世俗の権力中枢と、教会のその権力の中心をちょっと意識的にずらすんですよね。で、こっちは、ここは徹底的にその市民の力の、えー、フォローを受けた市民広場が大きくて立派で求心力があるわけですね。えトレビーゾーもそうでした。ドゥオもまあちょっと外れてました。まあ、しかしえ、そっち側にもセレモニーが行われたり、人が集まる。 中心の役割もありますでこ,れがこれが視聴者ですね。でこっちがあのマーケットの立つ、えー、商業の中心で、こっちが政治的な広場にだんだんこう特化していきます。これ、91年に取材したときにです、ね、偶然見つけたんですけども、この辺の建物のしにいいブティックがありまして、かわいい美人の売り子さんたちがいっぱいいるような。 で、中入ってったら、下行ってみなさいっていうんで、行ってみてびっくりです。ここの,あの壁面のところにですね、えー、このフォローの時代の石の壁がですね、こんなふうに発見されたんですね。拡張工事をしてたときに出てきちゃったらしいんですね。でこれを記録して、で、まあ、活用しながら、こういうブティック空間にしてると。まあ、イタリアらしいおおらかさ。 まあだからこう、これ全部がやっぱりね、そういう古代であったということがよくわかる意向です。これがアレーナというその外側のね、古代闘技場で、これよく残ってますよね。これが有名な夏のオペラの舞台になるわけですね、アイードとかね。えー、本当に、まあ毎晩、ここで、まあ雨が本当あんまり降らないで済むのでね、夏は、ここでオペラをやるわけです。 いや、これは世界中から音楽ファンが集まって、日本人も相当行ってますよね。僕も行きました。で、まっすぐ終わっても帰らないんですよね。みんな、その街中全部が劇場のようになるわけです。で、そのアリアの一節をこう、口ずさみながらね、みんな、あ車を追い出した街路をですね、ゆっくり歩くわけですよ。それで、ワインバーに行ったり、レストランに行ったり、ピッツァ屋さんに行ったり、ここはジェラテリアですけどね。 ええー、本当こう余韻を楽しむわけですね。街中全部がこう劇場空間になるっていうのが夏の,あのメローナの大きな特徴です。で、川をね、背景として、あの、うまく斜面を利用してできている古代劇場ですね。こ,これですね、これ、ね。斜面を利用してるわけですよ、上手に。これはギリシャからの伝統ですね、まあ。ローマ時代になると、その構造、土木技術、建築技術がすごいので、みんな地上にフラットなところに、 石を積んで劇場や円形闘技場を作るんですけど、これはギリシャのセンスを生かしてますよね。で海やこう川をバックにするっていうのは、もう昔からあのギリシャ時代から大好きだったやり方で、ね、これ、本当にいい場所に作ったと思われます。で、皆さん、ローマの街いらっしゃると、そのフォロロマーノとか、街の中心部にもいろんな神殿の跡とかですね。 マーケットなどとか、まあ、いろんなのがこう見えてる、ね、遺跡が都市の、今の現役の現在の都市の中に視覚的に見えてる都市、ローマですよね。まあ、ヨーロッパの中に他でもこの国でもありますけど、イタリアでローマに次いで古代の形、遺跡が視覚的に見えてる都市っていうのがベローナなんです。でこういう凱旋門が、ね、あったり、さっきのローマ劇場が見えてたり遺跡あの、遠景闘技場があったり。 があ,あったりこれ,これもですねあの道路面今の道路面より古代ローマ面低いんでその遺跡が発掘されるわけですけれども道路工事なんかやるとそれをこうわざと見せてるわけですねまあだからベローナというのは古代の町割り5番目型の町割りもうまく踏襲されてるし意外にそうたくさんあるわけじゃないんですよフィレンツェボローニャは継承されてます だけど、パドバみたいにこう水が、水路がいっぱいあったり、えー、土地の条件がこう必ずしも計画的に作りにくかった。トレビーゾもですね、5番目のグリッドっていうのはなかなかこう見えないんですよね。それに対してベローナはものすごくしっかり古代ローマの計画性が見えてます。で、橋もね、ローマ時代に架けられた。紀元前1世紀に。それを、その次の時代に、えー、っと、 えー、部分的にやり替えたわけですね。で、ラスカーラ家っていうのが、まあ、中世。コムネ時代っていう自治都市のピュアな時代があったのを、のだんだんイタリアっていうのはあの中世の後半に名門が、ファミリーがこう台頭してきて、文化にも力を入れるんですけど、その時代に13世紀、14世紀に架、えー、けられた橋がありまして、で、さらに、 えそうですね、中央部分、中央部分、右2つがそのこうデラスカーラー。でこの、この部分が、えー、ベネツィア時代ですね、中央部分がね。で、ローマの橋も残ってる。で、ところがですね、ドイツ軍に,によって破壊されちゃったんですよ。これを本当に丁寧に修復、修復っていうより復元したんですね。これは見事な修復、まあの歴史の中でも語られる。 非常に重要なあの、えー、文化的行為だったわけですね。で、あのコムネ制からシニオリア制っていうんですけど、まあ、特に14世紀、15世紀のイタリアって大体そうなってくる。その後、ここ、はベネツィア共和国の参下に入るわけですけど、いわゆるまあ領主制、君主制、デンラスカーラ家っていう名門が、まあ、君臨すると。でまあ 中世から、まあ、ずっと続いてるんでしょうけど、あの,あの小旨の時から、特にスカーラ家、デルラスカーラ家の時にまた施設が作られるわけですが、商人たちが集い商業、経済活動について議論したドムス・メルカトルムというね、こういうレンガ作りの印象的な建物があります。で、もう一つ、ヴェローナで欠かせないものは、このカステル・ベッキオという古いお城という意味ですね。 ここはのえデラスカーラ家が建設するんですね。で、ローマ、こ,の北これ北側からのね、えー、防攻撃にまあ備えるっていう。で、ローマの城塞があった、もっとちっちゃかったものと、そして中世の初めの教会があった、そういうところをこうインテグレートしながら作り変えて、で、この橋も一緒に作ったんでしょうね。そうやってあの防御を固めながら、 えー、立派なモニュメントができたということです。で、後に丁寧に説明しますが、ここが、あの、ずっと荒れてたんですけれども、戦後、えー、いろんな倉庫になったり、軍事的にも使われたんだと思いますね。それが、あの、スカルパルという有名な建築家の手によって、美術館によみがえる。それ、1960年代の大変重要な仕事だったんですけれど。 建築家が文化財的なね、こういう重要なモニュメントの保存をしながら、えー、そこに新しい命を与えるためのデザインをする、設計をするという、そういうジャンルがこう重要になっていくわけですけど、それの最初の例なんですね、スカルパンが手掛けました。で、1405年にベネツア共和国の支配下に入る。今まで見てきたトレビーゾ。 パドバヴィチェンザ、だんだん西へ西へ来て、最後がベローナですね、ベネット州の中では。ベローナは独立を失うんですけど、しかし、ベネツィア共和国の中で安定と安全を獲得して、ルネサンス文化が開花するので、まあ,あの、えーベロまあ、一定程度の自治はあるわけですけどね、だから、ベローナの人たちもベ、ベネツィア共和国の傘下に入って、繁栄し、文化を、 育んだことを自慢するわけですよ、ね、でまあモンテーニャとかヴェロネーゼとかザミケーリっていう建築家や画家画家や建築家のおかげでですね素晴らしい芸術作品モニュメンタルな防御施設建築をいっぱい作ったと、えー、こ,のこっちが、まあ、この辺全部この辺かなり大きくフォローが古代のローマの広場があったと思われますがここが結局一番中心の 中エルベ広場とて言いますね。エルベはさっきありましたね。野菜という意味ですねで。生鮮食料品を売ってる。で、テントがね、有名なんですけど、こっちがさっきのパドバにもありましたけど、中世の終わりからルネサンスにかけてのこう、政治的な広場になります。ここに必ずポルティコが、ロッジアが出てくるんですね。えー、これはあの、パラッツォデル・ゴベルナトーレという、えー、異性者の館という意味で、 視聴者もあるんですけど、まあ、こっちが実上の権力者の館になるという意味も込められていると思います。これが裁判所ですね。で、あの現在は、えー、テント、布のテントがこう非常に印象的なあのマーケットの、うん、景観になっているんですけど、これで見ると仮設のなんか木造のですね、 小屋が並んでるますよねで向こう側にはこう、奥の方にもいろんな装置があって、マーケットが出てる様子が分かりますよね。まあ、だから、マーケットとしては18世紀ずっと使われてきたっていうのはもう当然分かるんですけど、そのふ雰囲気は今とちょっと違ったかもしれません。これがルネサンスの建築ですよね。えー、で、えー、ベネチアの,様あのルネサンスとの様式が当然似てるんですけど、 えー、議会のロジアと言いますね。このように公共建築の全面1階にはロジアがよくつきます。で、右側がゴベラトーレ、えー、異性者の館ですね。これですね。というわけで、こっちがですね、政治的な中心にこうなる。で、えー、まあ、それなりの賑わいはあるけど、本当の賑わいはですね、その、えー、エルベ広場の方にあります。ベネツヤア支配下、つまり1405年に支配に入るの。 で、まあ、ルネサンスにかけてってことになるわけですが、えー、いろんな街で見てきた通り、この縄文にね、サミケイという建築家が活躍するんですけど、ごっつい威嚇建築のような感じもあります。で、うん、ここにライオンが出てくるケースもあると思いますここはライオンはどうなんですか、ね、どのぐらいいるのか多分どっかにいると思いますけど、こういう入り口のところを、 つまり16世紀って大砲が発明されて戦いの、えー、入れ方が変わるわけですね。火薬を使う鉄砲やその,、えー、の大砲ですね。で、城郭を堅固にしなきゃいけなかったわけですね。築城論が変わるんです。で、縄文もしっかりと、しかも様式的にはルネッサンスですね。古典的なね。で、城壁があの3代にわたってあるっていうのも面白いですよね。これが ローマ時代の、あの、えー、ものが残ってるんですね。だから街の中にローマと同じように古代が四角化していると。これが中世の素朴な城壁ですね。これが近世、ベネツィア時代のもう本当に堅固なね、サミケーという建築家の作品のはずです。で、先ほどのカステル別居に戻りますね。えー、これがあの、うん、これ僕、ぶん前に撮った写真なんで、 ちょっとこう、鮮明度が低いですけど、当時撮ったという意味で今日また使ってますが、えー、この外観は本当14世紀のゴシックですね。で、ここが戦後はあまりパッとした使い方じゃなかったのが、こうえー、文化の象徴としてミュージアムにしようということで、あーあの本当こう、アートの、うん、美術館になるわけです。で、内装をね、こう、あの、 やりかえるんですけれど基本的な空間の構成、壁の位置、開口部の位置などなど、それをリスペクトし、で、この建物が持っている存在感、歴史性、それを重視し、だけど、その床とか壁のテクスチャーとか、えー、いろいろディテールとか、いろんなところにですね、センシビリティのあるエレガントなその要素をどんどん加えていって、 非常にあのせえいい感じのインテリア空間に蘇らせたんですね。これが本当にリノベーションの原型、源流なんですね。これはネットからちょっと取ってきたんですけれども、あの本当綺麗なんですよね。で、基本骨格は中世のお城ですね。だけど、現代性というかね、近代性を超えた現代性っていうのが入っていて。 いやこの時代を超えて、えー、ずっとこう生き延びて、で、未来につながるという、こういう考え方を、えー、最初に示してくれたのがスカルパという建築家なんですね。ベネツィア建築大学で教えてた人です。で、あの要所要所に日本からのね、インスピレーションの要素も入ってるんですね。この格子、日本にもね、来たことがある。えー、日本大好きだった人。で日本人も スカルパ大好きな建築家が多いんですね。まあ、こうして、あのえーまあ、オリエンタルな要素も取り込みながら洗練されたで、過去と現代が対話する、そういう見事な空間を作った。で、その新たに加える場所っていうのは、あの古いところと混同しないように、完全に現代の鉄筋、コンクリート、鉄、そういうものを使って違う。 形態、違うスピリットで、えー、こう補う、ねえー、増築するわけですね。ですから、このようにあの空中を渡してる通路は現代なんですよ。で、冊子の部分もね、あの新しいものを加えていって、時代を表すんですけど、向こう側にあのゴシックの三つ葉のね、えー、形が、アーチが見えているという。こういういに 時代を重層化させるわけですね新たにこう開口部を設けて印象的にしたところもあります。いや、かっこいいわけですよね。だから古い建物プラスアルファのところに現代のこう思い切ったデザインが入ってると。これを中途半端になんとなく古い、古そうなものを作っちゃうそれは日本でありがちなんですけど、それはいけないんですね、イタリアではね。オーセンティシティ、本物と、それから、 本物からインスパイアされるけれど新しいもの、それの組み合わせが絶妙に行われるっていうのがイタリアの建築家の、えー、考え方なんですね。で、もう一つ有名なパラ、えーあのー、スカルパの作品があります。バンカポポラーレって言って、うん、この上の写真、これは僕らの雑誌特集からとスキャンしたものなんですけど、自分たちの、えー、仕事を。 なんですが、えっ、ー、と、上の写真の左側が歴史的な建物で、右側が、えー、スカルパーが新築したところですね。で、ここがですね、なんと工事中に下からビルラのモザイクが出てきたんですね。左下の写真ご覧ください。このモザイク、素晴らしい床をですね、こう銀行に来る人が見えるように、このように、まあ、 引き抜け空間みたいにして、この床をね、こうカットして、ここで下を眺められるように工夫してるんですね。タイムスリップできるわけですね。まあ、こ,うこういう形式が、後にいろいろなところで広がっていきますけれども、それの走りだと思いますね。まあ、そういう意味で、こういう銀行という、まあ、ある意味で資本主義、えー、経済、合理主義。 そういうところが、まあ文化に理解があって、投資して、こういうのを作ったっていうのは驚くべきことですよね。それをスカルパがやったと。で、あの、このベローナの周辺にもビラがありますし、そして、その、もう一つ重要なのは、あのこの辺ってワインがね、おいしいんですよね。アマローネという、えー、あの、有名な銘柄がありますが、まあ、ガルダ、 ガ,あーガルダ湖の方に向かうあのバルポリチェッラっていう地域があるんですけども、まあ、その辺のちょっとお話をお集団でし,したいと思います。これはあの僕も泊まりました、ここのホテルビラデル,クール・クオールっていうんですけどここの農場はですね代々ビラ農場ビラっていうのは大体農業をやるんですよでここで、まあ、周りでブドウを収穫してアマローネの あの有名なワインも作ってるんですが、ここの主がですね、もう取材したのはもう20年ぐらい前なんですが、えー、スカルパの弟子の建築家なんですね。で、自分の自邸、農場を使いながら、住みながら、その一角に、一角をホテルにしたんですね。この辺をホテルにしたんです。この辺は自宅ですね。この辺、ホテル。で、これ、プライベートチャペルです。 で、まあ、お客さん用にプールも作った。えー、ここがですねレセ、レセプションです。で、新しい分も加えてるのがあるらしいんですけど、まあ、古いものを基本的に利用してる。だから、まあ、スカルパーという、そういう古い建物をうまく現代に生かす、そういうジャンルを切り開いた人のお弟子さん。でも、彼も、70年代の途中ぐらいまでは、新築ばっかりやってたそうですけど、だんだんその古い建物をリノベートして、 新しい機能を入れてかっこよくデザインし直すっていう。そういう仕事が増えてきて、それが面白いやりがいがある。そこにしかない作品ができる。いうことで、非常にそれを生きがいに感じてらっしゃいましたね。で、これプライベートチャペルですね、左上ね。で、こっちはあの自分たちの農場,、えー、と農場であり、えー、住まい。これアマローネですよ、アマローネ。美味しいんですよね。 で、えー、これも、あの、半地下みたいなところです。歴史的なあの空間を利用してパーティー会場になってる。なんでも、その、この辺は、ローマ時代から、街道沿いの、まあ、馬を乗り継ぐ場所だったっていう説明も聞き、聞きました。これは、古内に遡るペーブだっていうあの説明も受けたんですけど、まあ、確かめようもないんですが、まあ、ともかくそうやって歴史が重なっている。あの、ここにしかない、あ楽しさ。 貴重な価値があるわけですよねそれを生かして現代のこうもてなし、えー、あのホテルにしてる素晴らしいですよねでちょっとですねここで、うん、次のワイナリーの紹介をするんですけどまさにアマローネを作っている生産者、えー、実はあの東京のイタリアあ日井協会、えー、というのがあってね、えー、今オンラインで あの東京の認知協会は配信する語学講座も全国の方に聞いていただけるんですけれどもその公式プログラムとしてこの方桜井房子さんといって法制の社会学部出身で僕ずっと若いんですがイタリアに、あのーえーとえー、と突破印刷で候補外国との交渉とかやってたのでそのしょっちゅうボローニャはねフィエラ えっていう、その、見本市で有名なんですけどね、出版の関係も。で、しょっちゅうボロニアに行ってたって留学もして、ボロニアのこの、このワイン、ワインの総元締めみたいな会社があるんです。えノテカっていうんですけど、名前が。で、そのオーナーと親しくなって、マルコさんって言うんですけどね。で、彼が、まあ、イタリア中にそのネットワークがあるんですね、ワイナリーと。どこでどんな新しい、 試みが行われてるか、どんなおいしいワインが作られるかも、常にアンテナを張ってる。その人にたくさん紹介してもらいながら、本当に今まで24回ももうやったんですけど、毎月、えー、最後の週土曜日の夕方、日本時間の夕方ですね。イタリア時間、時差が7時間、8時間。まあ、それでオンラインで登場してもらって、その前に彼女がまあ,あらかじめ、えー、向こうに、あの、 協力を依頼した後、えー、オンラインでビ、えー、インタビューをして、それを編集してビデオで30分ぐらいにまとめて、僕も時々お付き合いしてインタビューに加わるんですけど、で、実際にそれを流した後、あのー、オーナーの方とか、エノロゴっていうワイン作りのね、プロの人とか、まあ、その向こうでワインを作ってる人たちの、まあ、ファミリーの歴史、ど,どういう。 自然条件なのか、どんなこだわりでワインが作られてるのか、そういうテリトリオ、地域の自慢話ですね、これがもう本当に毎回楽しいんですよ。そ,のそれぞれの自分の地域、テリトリオがどんな地形で地質で、どんなあの風向きでね、えー、どんな優れた条件があって、それを吟味しながら、ちゃんとブドウ畑を一つ一つ作っていって、で時代の先端を行く、ああのまあ、伝統を守りながら、 ああ、いい意味でのイノベーションを加えて、えー、技法を開発して、まあ、ワインって本当に微妙ないろんな、えー、タイミングっていうか、えー、やり方で作られていくわけですよね。それを喋ってくれるわけですね。この時は、ヴィラ・スピノーザっていう、そのワイナリーのエンリコ・スピノーザさん。この方ですね。いやー、まあ、この人も熱く語ってくれました。で、実は、えっと、あの、 イタリアって1986年にワインのスキャンダルが起きちゃったんですよね。つまり、あの、ワインの中にメタノール、メチュラルコールですね。これを混入してたっていうことが、まあ、発覚してしまいまして、いくつかのところで。それで、まあ、本当に叩かれて、イタリアワインがどん底に落ちちゃったことがあったんだそうです。彼らの若い頃。 で、そこから這い上がる、立ち上がる、もうそのための努力、すごかったらしいです。そうやって、彼らの,あの、だけじゃない、イタリア中のワインがね、80年代後半、中盤から90年代に本当にこう、飛躍していくんですね。それを体験してるんですね。だから強い。で、ここでは、マルポリチェッラ、リパッソ、リオ,シリオチクラシ、クラシコ、スペリオレ、ヤーゴっていう。 まああの赤ワインですけどね、これもその確か2つ紹介してくれたんですが、会社名はビルラ・スピノーザで、えー、ネグラールという本当に聞いたこともないような、ま、自治体ですね。ネグラールという。で、えー、自治体というかそういう村です。村、バルポリチェッラ、えー、というところなんですよね。で、あのえーまあ、ここで、 その古代ローマのビ,ビラなんかも近くから出てるっていうことで、古代から続いてるネグラールっていう村のね、ワイナリーなんですよね。ガルダこの東側ですね、ちょっと高台です。で、古代からカンティーナがあった場所、そういう意味でバルポリチェリラっていう地名が生まれたと。そういうことなんですけど、陰干しぶどうをね、えー、からあの絞った後の、そのぶどうの皮をフレッシュなワインに漬け込むリパッソというね、手法。 そういうものをさらに発展させて生まれてきた大変おいしい、えー、人気のワインなんですよ。まあ、こうネグラールのね村ですね、ボルゴ。で、ここにビルラ、農場があって、で、周りにあのメンザード,ドリアっていう鉄板小作成というね、半農民はあの自分が土地や家屋を所有してないんですよね、みんな地主から借りて、で収穫物の半分をその所有者に。 えー、まあ、渡すと自分が半分取るというだから頑張ればね収入が増えるというそういう農民たちを抱えながら、えー、農業経営をやりワインを作ってきたっていうそういう地域なんですよねそういうのが1960年代まで続いてたんですそういう歴史を語ってくれるんですねでそこからどうやってこう現代のそうイタリアワインの華やかなこう世界に導いていったかっていうその努力をですね だけど自分の会社のことだけ喋るんじゃないんですね、この地域、テリトーリオ全体のこう、価値付け、再評価を語ってくれるんです。これがイアーゴ・ディ・ナグラールっていう、そのぶ,ぶどう畑のね、ぶどう畑ってあちこちにね、広がってるわけですけど、この一角に集中していて、その中心に、えー、自分たちの農場、建物があると。で、ワインも作ってる。 で、まあ、こう、メーズアドロ、あの、切版小作製の小作農家が、ね、こういうところにいっぱいいたと。えー、そういう集落を、まあ、彼、自力で調査したりして、本当にテレトーリオ愛が強いんですね。これ、古い写真を提供してくれました。で、まあ、これ、製法がね、書いてありますが、まあ、本当にみいろんなことを工夫しながら美味しいワインを作ってきた。まあ、それがもう本命のお話ではありますけど、ただあ、地域のことを語ってくれる。で、ここもやはり結婚式やったり、 あのパーティーをやったり、そういう、あと、だから皆さんもここへ滞在していただくことできるんで、我々も行きたいなと思ってるんですけどね、まあ、そこういうワイナリーの,あのオンラインでの講座っていうのを、で、あらかじめ向こうからその生,生産されたワインを、ボトルをですね、日本にもう輸入しといて、であの、さっきの、えっと、ボローニャのええ、えー、エノテカのオーナーが全部手配してくれるんですけど、 それで視聴者、参加者30人ぐらいの方がいつも聞いてくださってるんですが、みんな手元にね、あらかじめそのワインボトルをあの入手しておいて、手元に置いておいて、そういう線を開けてで、みんなで乾杯するんです。で、乾杯して味、毎回本当に美味しい、独特の味なんですけど、それでみんなワイン通の、ね、日本人の方々がいろんな突っ込んだ質問してくださるんですね。本当に製法に関するもの、脂質、風向き、ファミリーの歴史。 ワインのこだわり、もう本当いろんなこと聞いてくれて、向こうの方ももう真剣に、えー、喜んで答えてくださるという、そういうやり取りで2時間。で、僕もテリトーリオの観点から、この、えー、それぞれの毎回の地域の特徴を説明するんですけどね、この時もベローナのお話、あるいはこの周りのさっき、えー、さっき見た、あのー、農場、ビラのお泊まった経験とかですね、そういう話をさせてもらいました。まあ、というわけで、本当に、あのー、 素敵なワイン文化講座をやってまして、その時にこのバルポリチェラのこの地域も紹介したということで、今日、えー、取り上げた次第です、まあ。次回、ちょっと宣伝になって恐縮ですけど、今まで古代ギリシャのシリーズ、えー、6回、それからエトルリアを6回、ローマを6回、海洋都市を6回やって24回もやりました。で次はイタリアの教会とワインということで、あの えまた今まで登場しなかったいろんな地域をですね、国境近くとか、シチリアとかサルデニアとか、まあ一回サルデニア、シチリア、シチリアを登場してるんですけど、もう一回違う切り口で。で、まあ桜井房子ライフサクなんと僕がやるということで、まあ、もし関心があったら、日協会のホームページからこうアクセスしていただければと思います。で、ベローナっていうのは、あのー、文化的にもね、ものすごい、えー、パワーのある、魅力のある、 ロメオとジュリエットの家っていうのは今日はあまりにも観光地化されたところなんでご紹介しませんでしたけど、その舞台になったようなその建物、バルコニーがね、ちゃんと受け継がれていて、今も観光スポットになってますが、まあ見どころ、まあ満載なわけですよね。だけど、注目すべきはやっぱりイタリアのその経済の活動のクリエイティブなことですね。で、各都市にフィエラという、その、えー、日本一会場があるんですね、施設がね。 で、その日本一。それがだたいね、あの古い町の外側に作られるわけですね。で、そこで大規模施設があって、まあ本当にしょっちゅういろんなフィエラを、日本一をやってるわけです。で、ベローナは石井でも有名です。マルモ、ロッソ。それから、えっと、本当に農業系のね、えー、そのフィエラが有名で、例えばこれはですね、 右下はあの牛が映ってますね。ちょっとちっちゃくて見えなくて、恐縮ですこれ、僕らの雑誌にと取り上げたものですね。で農業機械とか、もう農業関係、ものすごい有名なんですよ。イタリア一ですねで。この位置をご覧ください。今までここを巡ってたんですね。ここを巡っていて、ここがアレーナですね、競技場。ここが、えー、中心の広場ですね。ここがあのカセル別居。ここがあ古代の劇場ですね。 この辺がローマンタウンで、この辺がまあベネチア共和国の城壁です、ね。で、ここ、ここにフィエラがあるんですね。で、鉄道の駅がある、ね。みんなここから歩いてこう入っていくわけですけど、この外側にね、広大な空中をも利用して、で、これご覧ください。これね、これネットから撮ったものですけど、今年の3月ですよね。農業機械の展示ですね。これはフィエラご、ねこう、フィエラとアグリッ コーラ。あの、要は農業のフィエラっていうですね。下はあの、有名な、超有名な、僕は参加したことないんですけど、もうみんなから聞いてる話で、ウィニタリっていうね、ワインのフィエラですね。これ、イタリアの有力な生産者、みんなここへ出店するんですだそうですね。で、日本のワインの専門家、バイヤーの人たちもみんな行くんですよね。というわけで、まあ、 もっといろんなセクターのそのフィエラ、日本一が行われるようですけれども、ともかく稼働率も高い。で、ビチェンツだったらこれが金細工で有名だしね。パドバーにもフィエラはもちろんあると思いますね。というわけで、まあ、ベネチアにはないんですけど、他にイベントいっぱいありますからね。まあ、ボローニャのフィエラも有名ですね。ミラノはすごいでしょミラノコレクションね。それから、えっ、ー、と、家具ですね。家具の、あの、 えー、フィエラ、で有名ですね、サローネって言いますね、街中にね溢れ出すんですよ。というわけで、イタリアというのは、あこれで終わりましたけど、あのイタリアというのはあの、えー、文化、歴史がすごいけれど、特にベネトはですね、クリエイティブな現代の経済活動のトップ、まあ、リーダーですね、イタリアでもね。というわけで、 えー、本当その中でもポテンシャルの高いヴェローナを、まあ、最後にご紹介して、ぜ、ま、ひ、あ、ガルダ湖が背後にあって、まあ、琵琶湖に接している長浜の皆さんはですね、やっぱりヴェローナとの親近性があるだろうということで、あの長浜も歴史がある街、えー、ですから、素晴らしいあの建物もリノベーションしたのを僕もいくつも訪ねて。 あの美味しい料理も食べましたし、そういう意味で、その文化の交流っていう中から、また自分たちのこう目指す方向がはっきり見えてくるということが大いにあると思いますので、その姉妹都市の長い歴史交換、交流をさらに発展させて、えー、いいまちづくりに結びつけていただきたいなと思います。どううもありがとうございました